相続税というのは全員にかかる税金ではないんです。変わり目の平成27年からは基礎控除が下がってしまいますので、今まで相続税関係なかった方も相続税の心配をしなければいけないと。平成27年以降の表で見ておりますが、正味の遺産額と書いてあるところの2億円のラインと、配偶者と子供2人というラインを交わる地点を見ていただいて、金額1350と書いてます。ご主人にもし万が一があった時、支払う相続税の額は1350万円ということです。まあ、建てる前は1億円現金で持ってるわけですね。それは良いとして、そのまま1億円の評価です。それが建てた後もし相続が発生した場合、その建物はいくらで評価されるのでしょうかという話です。遺言書の種類ということでは、いくつかございます。日本で一般的に広まっているものは自筆証書遺言と公正証書遺言、この2つになります。まずは皆様のご家庭が相続人何人になるのか、そして基礎控除が今はいくらで、平成27年からはいくらに下がってしまうのか、これを正確に理解することというのが相続税の対策の第一歩という形になります。